田辺薫田辺薫から1936年11月18日は、明治から昭和期の放送家、大審院検事、大審院部長判事等を歴任司商法、起草委員として、新商法成立に尽くした。滋賀県出身者として、司法商法学校同期の河村上三郎と共に、最初の法学博士、生涯外略、 田辺薫は、1860年11月1日に、彦根藩士家氏の家に生まれる。父、田辺ひそかは、桜田門外の変後彦根藩内に台頭した、尊上墓か旧藩士の結社である、市政組に近い立場にあり、明治維新後の藩政に関与。維新後は、大和国の高市軍、くず上郷、くず家軍、押し会軍の軍長を務めるとともに、大阪、名古屋間、 カオルは、比較的裕福な家に育ち、判事を目指し上京。東京外国語学校入学後1879年、司法省法学校に入り、1884年法学校を卒業した。法学行動規制としては、梅健次郎や、同じ滋賀県出身の河村城三郎、司法大臣や、第2代法政大学長を務める松室いたす、カオルの突入先で、 大新委員長、明治大学総長を務める富谷聖太郎、読売新聞社長となる、秋月札を、和仏法律学校校長、東京弁護士会会長を務める飯田博史作、警報起草者である、小賀連作り、手塚治虫の祖父で、長崎高祖委員長等を歴任した、手塚太郎、東京帝国大学教授寺を通る、関西法律学校、第二代校長、 水上長次郎等がいる。卒業後司法省に入省し、1886年、法学修行並びに裁判事務研究のためヨーロッパに、ンピ留学生として派遣され、フランスは、ソルボンヌ大学でドイツは、ライプツヒ大学で学び、1890年7月、当初3年のンピ留学であったが1年間の、シ費留学を加えて、都合4年間の留学を終え帰国した。 翌8月に、判事司法に任せられ10月には判事に昇格し、東京構想院判事を務める。また、東京帝国大学法科大学講師を兼務し一、次期商法を担当した。1893年2月司法省参事官として、本庁勤務となり法典調査委員を命じられ、翌年3月31日商法、修正案起訴委員に、法科大学同期で、 東京帝国大学法科大学教授、梅健次郎と共に、田辺は任命された。翌1995年12月法科大学教授、岡野慶次郎が、起草委員に、東京帝国大学助手の志田太郎と、加藤正春が起草委員補助に任じられた。1898年5月19日開会の第12回帝国議会において、商法修正案は、 貴族院に提出され、7月1日から施行された。議会に対し商法修正案を提出した後の6月、田辺は、司法省参事官に加え検事を兼務することとなり、民警局勤務とともに、大審院検事を兼ねることになった。翌年2月には、東京帝国大学法科大学推薦により、法学博士号を授与された。1902年11月司法省官を辞退し、 1906年9月検事から判事に展示、大審委員部長判事に就任した。この間、1903年5月君四党、極日賞受賞を授けられ、1906年1月には高等官一党に任じられた。1920年12月長年の功績に対し、君一党随法賞を授与され、また1923年1月には新任官の待遇が認められた。 翌2月生3位に調された後の9月、田辺は大審委員部長判事を退任した。その後、悠々自適に暮らし1936年11月18日、成去した。逆年区主要著作。ありがとうございます。